はいえー、m l o p s for c o r e m l というタイトルで発表させていただきます。えっと、まず自己紹介させていただきます。えっと、まあ久々の登壇なんでちょ,っと、えー、ちょっと自己紹介入ります。週、え、223、ー、と22っていう ID で GitHub とか Twitter で発信しています。あとエンジニアと人生というタイトルの YouTube チャンネルとかポードキャストをやってて、えー、まあこれはあの技術の話じゃなくてエンジニアの キャリアとか人生とかそういうところの話を聞く雑談チャンネルとなってるんでもしよかったら聞いてみてくださいあとコミュニティ運営もやっていますあとあの僕ずっと12年間 iOS エンジニアだけをやってきたんですけども今年の4月からさんさんという会社で研究開発部のマネジメントという仕事に転身しまして まあそのあたりのキャリアチェンジについてもブログに書いたので、もし興味があれば見てみていただけると嬉しいです。はい、えー、まあ自己紹介はこれぐらいに、あでもそうですね、あ,のあと IOSDC の過去の登壇も、まあ、あの結構頑張って毎年準備してて、今見てもあの勉強にあの古びてない内容だと思うんで、もし興味のあるテーマがあったら見てみてください。はい、えー、で本題なんですけど、えー、MLOps とはっていうところなんですけど、マシンラーニングオペレーションズの略ですと。 デ e v ッ p スっていう言葉を聞いたことある人は多いと思うんですけど、それの ML 版です。ウィキペディアの定義を見てみると、あのまあ、こんな感じで Google とか Microsoft とか Amazon の定義が載ってて、まあ、こんな感じでウィキペディアでも各社の定義が並んで載ってる感じで、まあ、特になんか明確に定まった定義とかがあるわけじゃなくて、えーまあ、あの各社様々、いろんな定義がありますよっていうところで、 あのまあ、本当はいろんな論文とか記事とか、えー、発表とか勉強会の発表とか見てても、まあ、その手法とかシステムはもちろんのこと、まあ、あの姿勢とか考え方とか文化ですみたいな話もあったりして MLOps、まあ、あっていうことは本当にいろんな概念を包含する用語ですので、えーまあ、あの今日のところは機械学習をその実際のビジネスとかプロダクトで 実践で運用していく際に、まあ、効率的にいい感じに運用していく際のもろもろぐらいの感じでふわっと理解しておいていただければ十分かと思います。はい、で例えば MLOps どういう例があるかというと、まあ、モデルの継続的トレーニングっていうのがありますとであの、まあ、さっきのウィキペディアにもあった Google とか、えー、Amazon とかの定義にも書いてあるんですけど、まあ、MLOps の第一歩としてよく言われるのが 学習パイプラインを構築しましょうというのをよく言われますと。で、えーまあ、学習の流れとしてデータを取得して、前処理して、えー、学習して評価をして、デプロイしますと。でまあ、この一連の流れを、えー、各ステップの実行も、ステップ間の移行も自動化して、まあ、この、えー、処理を走らせたら最後まで一気にいくみたいなパイプラインを作りましょうと。でまあ、あのこうすることで、えーまあ、手順が簡単になって、 えー、このイテレーションあの試行錯誤を迅速に回すことができますと。でこれをさらに自動化しますと。あの機械学習を実際にその実運用する時の問題として機械学習モデルっていうのはその時間が経つごとに劣化していくようなケースがあります。例えばあのニュースを学習データとするようなモデルとかだと。 まあその学習してからもその新しいニュースとか入ってくるし、その傾向みたいなのは変わってくるんで、やっぱその運用してるうちにどんどんあの精度は下がっていくのが通例ですと。で、そういうときにじゃあどうするかっていうと、さっきのパイプライン実行を、精,精度を監視して、その下がったときに自動でそのパイプラインを実行するとか、あ,あと、定期的にバッチでこう実行するとか、そんな感じでパイプライン実行を自動化してしまうすることで、 モデルの継続的トレーニングができますっていうようなことを MLOps の界隈では言ったりします。でこれ、えー、CICD みたいに、えーまあ、コンティニアストレーニング CT と呼ばれたりします。まあ、こんな感じの MLOps の例とかあと、えー、データのバージョンコントロールをしましょうとかあと特徴量管理しましょうみたいなフィーチャーストアとかモデルを管理するモデルレジストリーとか、まあ、実験管理 CICD みたいなのが エメロプスの話で出てくるキーワーワドですでこんな MLOps を CoreML に適用したらどうなるかっていう話が今日のテーマなんですけど、まあ、そもそも CoreML とはっていうところで、まあ、Apple の Mac とか iPhone とか Apple のデバイス上でオンデバイスで推論や学習を行う機械学習フレームワークですとで、まあ、Apple の iOS とか Mac マックでそのまま TensorFlow とか PyTorch で学習したモデルをそのまま動かすこともできるんですけどまあでも例えば PyTorch モバイルとかだとえ結局その推論処理は CPU で全部行われるしあと t e n s o r f l o w l i t e とかはえちゃんとメタルで最適化して GPU も動くんですけどまあでも Apple の,の,の最近の iPhone とかに載ってるニューラルエンジンというその機械学習に特化したチップとかは API は公開されてないので基本的にこのサードパーティーのライブラリっていうのはこのニューラルエンジンを使いませんとでニューラルエンジンをちゃんと使おうと思ったらその標準で Apple が公式で用意している CoreML を通すしかないということで Apple デバイスの性能を最も活かせるのは CoreML ですっていうことがあります CoreML についてもっと知りたい方は2年前の ISDC o で発表した発表を見ていただけると、まあ、あ CoreML というと CoreML.framework という iOS 上でモデルを動かすフレームワークについては情報があるんですけどあのこれはあのモデルを作るところから変換するところから話してるんでもっと詳しく知りたい方はこちらの発表をぜひ見てみてください。はい、でそんな CoreML 実際に プロダクトで使ってるとこあるのっていうのもよく言われることなんですけど、あのまあ、僕はあのフリーランス iOS エンジニア時代にいろんなところでコア e m l の案件やったんですけど、あの今僕が働いている33でもあの実プロダクトでコア e m l っていうのを使ってまして、その一つがスマートキャプチャーっていうものになりますと。これっていうのは、あの弊社ではあの名刺をデータ化するサービスがあるんですけど、それはあの基本的にバックエンドで処理は行ってるんですが、 あのその名刺の写真を撮るときはスマホで撮るんですけどその名刺の4点の区形を撮るところとその名刺の画像を切り抜くセグメンテーションというのはオンデバイスで行,行ってますとで、まあ、これオンデバイスで行うと何がいいかというと、まあ、そのユーザーがカメラをかざしたときにその、まあ、リアルタイムでそのこの今名刺これを 取ろうとしてるっていうことがこうカメラあの画面上に可視化されて、まあ、ユーザーにそのこの名刺をちゃんと認識して撮ろうとしてますよっていうのがフィードバックされるのと、まあ、あとちゃんとその名刺を認識してあのいい瞬間にシャッター切れるんでその名刺の画像切り抜く画像,画像自体の品質も良くなるっていうようなまあメリットがありますとはいで、えー、これがその時の開発中の動画なんですけど、まあ、あの実際のスマートキャプチャーのが入ったアプリの 動画じゃなくて、えー、開発中に撮った、わかりあの差が分かりやすいように撮ったやつで、この上に old と new ってあって、old、えー、側が TensorFlow、えー、モデルをそのままオンデバイスで動かしたもので、new、えー、側が、えー、それを CoreML モデルに変換したものですと。で、えーまあ、こんな感じであの名刺の、まあ、これは名刺スタンプカードなんですけど、名刺は個人情報なんでちょっと使えなくて、代わりにスタンプカードを使ってるんですけど、 あのこんな感じでまず一旦矩形区形の,その周りの4点を取ってこの後にセグメンテーションという処理が入るようになってます。でえまあこ,うこれをあのまあ今オールドから始まるんでちょっと見てみてください。であのこれをこうやってカメラを動かすとこうずれていくんですね。これっていうのはあの処理が遅れているっていうことを示してるんですね。でニューにするとこれがその名刺の,このカメラを動かしてもえちゃんと追従すると。 いうことで、まあ、あのパフォーマンスが CoreML に変換すると、えー、パフォーマンスがアップしているとで。これ数字的に言うと300%高速化してて、えー、18fps から 55fps になっていますと。つまりあの何が言いたいかとと CoreML は Apple のデバイスを最大限生かしますよっていう話ですね。はいで えーまあそんな CoreML なんですけど、まあ、あのフリーランスでいろいろなところで CoreML の案件やったんですけどあのこそういう現場で MLOps っていう言葉はあんまり聞いたことがなくてあのやっぱりそのまだ CoreML の世界では一度学習したモデルをそのまま利用し続けてたりとかあとまあモデルの変学習とか変換は手運用でやってたりとかっていうところがあると思います。はい でえーまあ、そんな CoreML モデル運用に MLOps 的考え方を導入できないかっていうのが、まあえー、今日の話で CoreML、えー、のいろんな機能とか MLOps のツールを利用して MLOps4CoreML のパターンを検討してみましたと、はいでえー、ここからはあの、まあ、会社で実際にやってる取り組みではなくてあの、まあ、僕個人がいろいろ検討してみたアイデアになるんであの、まあ、なんか、えーまあ、変なとことか間違いとかあっても 僕個人のものですと、会社は関係ないですよというところでご承知おきいただければと思います。はい、でそのパターン、最初のパ,パターン1として学習パイプラインというのを考えてみました。えー、学習パイプラインってあのさっきもちらあの話したんですけど、まあ、そこに CoreML モデルの変換を加えてみましょうという話です。これは、このデータを取得してから学習して評価して CoreML モデルに変換するところまでをパイプラインにしてみましょうと。 でパイプラインからのメリットもさっき話したんですけど、まあ、あの自動実行でイテレーションが迅速になって、モデルの継続的な更新ができますよっていう以外に、あのまあ各ステップを個別のリソース、まあ、これサーバーとかコンテナとかワーカーですね、まあ、それぞれあの別々のリソースを指定できるんで、まあ、柔軟なリソース管理ができますと。あと、ステップ間の依存が、の前の工程から出力されたファイルをえその次の工程に。 入力するんで、まあ、その基本的にその依存関係がファイル入出力でしかないので、まあ、ソースコードが、えー、そのソースコードの独立性が、えー、ソースコードが独立してるんで、まあ、開発とかテストがしやすいし、えー、流用もしやすいですとっていうようなメリットがありますで、えー、じゃこれをパイプライン化してみましょうというところで、えー、MLflow ていうツールを、えー、今回使いますと えーこれは MLflow っていうのはオープンソースの MLOps ライブラリで 12.5K スターついててえーローカルで簡単、軽量に利用できるのが特徴ですと MLOps のプラットフォームだと有名なところだと Amazon の政治メーカーとか Google の VertexAI とかあるんですけどまあクラウドでがっつりやるんだったらまあそういうところのが高機能なんですけどまあ今回あの概念を説明するのに あの簡単に Mac でローカルで動く MLflow がちょうどいいかなというので、これをチョイスしました。はい。で、えー、これが MLflow を用いた学習パイプラインのプロジェクト構成ですと。えー、そうですね、あの右側のこのツリーを見ていただいて、えー、あでもまず左がいいかな、左であの、プリプロセスとトレインとエヴァリエイトの部分をのプロジェクト構成ですと。これ ML モデル変化の部分はまた後で追加しますで。右のツリーのようになってて、ML プロジェクトファイルっていうのがあって、これはあで説明します。conda.yml っていう yml があって、ソースコードのメイン、メイン .py があってで、プリプロセスフォルダ、トレインフォルダ、エバリュエイトフォルダがあって、それぞれのフォルダ配下に ML プロジェクトファイル、あとソースコードがありますと。 この各フォルダが各ステップに該当してるって感じですね。で、ML プロジェクトファイルっていうのはどんな感じかっていうと、こんな感じで、一番上にプロジェクト名があって、2番目にあのコンダエンブっていうところで、コンダ、これを実行、このステップを実行するコンダ環境を指定する YAML ファイルが入ってますと。で、エントリーポイントっていうところに、このステップ実行する処理が書かれていて、まあ、下のコマンドっていうところを見れば、 分かりやすいと思うんですけど、単純にメインっていう Python のモジュールを実行しているだけですね。そこにあのえこパラメ引数で渡しているところに入るパラメータをこのパラメータ図のところで指定しているっていう感じで、よく読んでみたら非常に分かりやすいファイルかと思います。で、その下の各ステップの階層にある ML プロジェクトファイルがどんな感じかっていうと、こんな感じで、 まあこれ、コンダ .yml は同じ環境で使えばいいので、同じものを使ってますと。で、ここエントリーポイントのところを見ると、ソーストレインモジュールを実行してて、パラメータを渡していると。そんなにえ何も不思議なことはないかなと思います。で、コンダ .yml にどういうことを書いているかっていうと、これもあのうんそのアナコンダのコンダ環境をどう、えー どういう、何をインストールするかっていうのを指定しているだけですね。えー、Python が入ってて、PyTorch が入ってて、MLflow が入ってると。はい、で、えー、Main.py がソースコードはどんな感じかっていうのがこれです。えー、一番上に MLflow.startrun ってあって、まあ、これで MLflow の実験をスタートしているっていうことですね。でその中に、えー、プリプロセス m l フロー w 欄が2つありますと。m l フロー w 欄が2つあって、まあ、それぞれ、プリプロセスと、トレインのエントリー、まあ、そのこの URI のところにフォルダを指定してて、エントリーポイントのところに、ML プロジェクトファイルに書いたエントリーポイントをえ指定してるって感じですね。でまあこれ、点々点で省略してるんですけど、まあ、ここにエ v a l u a も書くって感じですね。まあ、あのまあこんな感じで、何でしょう、そのパイプ、えー、これトップのところなんで、 えー、各ステップの実行をここに書いてるって感じですね。はい。で、えー、じゃあこれに CoreML モデルへの変換ステップを追加するとどうなるかっていうのを見てみます。convert、えー、フォルダを追加して、そこに ML プロジェクトファイルと convert.py を入れますと。えーまあ、ML プロジェクトファイルはこんな感じです。conda.yml、えー、があって、c o n v e r t モジュールを実行しているだけですねでアップストリーム、ダウンストリームっていうのはこの引数はあの、えーこ,まあ、このステップの中でこう受け渡すアーティファクトの、えー、フォルダを指定する、えー、引数ですとでアップストリームっていうのはその前の工程からくる受けるそのファイルをどこに置くかっていうのを指定するためにあってダウンストリームっていうのは次に受け渡す。 えー、ディレクトリどこにするかっていうのを指定すると。まあ、これ別に何でもいいんですけど、まあ、こういうふうにあの今回は追加してますと。で、えー、変換する convert.py はこんな感じで、CoreML、えー、ツールズの,あの変換をしたことある人は分かると思うんですけど、まあ、あのいつも通りって感じですね。普通に PyTorch モデルをロードして、CoreML モデルに変換して保存するっていうのがあるだけで、まあ、何らその m l フロー なことは何もないいっていう感じですね、まあ、こういうコードがありますと。でまあ、これをあともう一つ、c o n d a エ m l に CoreML、えー、ツールズも入れときましょうっていうので CoreML、えー、ツールズを追加していますと。まあ、これだけですね。でこれで、えー、MLflowRun いうふうに実行したら、えー、そのデータ集めて学習して CoreML モデルに変換するっていうのが実行されますと。 ちょっとまあでも、あの、まあ、これやると長いんで、結局デモとしては用意しなかったんですけど、あの、まあやりたかったのは m l フローランってやったら、まあ、モデルが出てきますよっていうのをやってみようと思ってました。はい。まああの、ちょっと実際に学習するとすごく長くなっちゃうんで、まあ、こんな感じのことができますよと。で、えー、まあこんな感じであの、CoreML モデル変換含んだパイプラインができましたで。次にあの実験管理っていうのを考えてみましょうと。 えっと、実験管理というのが、まあ、モデル作成をしたことある人はよくわかると思うんですけどあの、まあ、モデル作成っていろんなパラメータで何回も学習をし直してこう性能を見てもう一回やり直してみたいな感じでやるんですけどあの、まあ、どんなパラメータで実行したんだっけとかその結果アキラシーがどうでロスがどうだったんだっけ,だっけとかあと、まあえー、この条件でモデル作ったのどれだっけみたいな、まあ、そんな感じであの何が何だか分かんなくなると。 でまあ、なので、ReadMe にメモを書いておいたりとか、あのまあ、モデルのファイル名にそのなんか分かるように書いておいたりとか、まあ、そんな涙ぐましい努力をしたりするんですけど、まあ、そういうことをしなくても、えー、m l フローだと実験管理ができますよと、まあ、こういうログパラムっていうメソッドでパラメータ、そのどういうパラメータで、えー、この学習を実行しましたかとか、 メトリックログメトリックはアキュラシーとかロス、これどうでしたかっていうのを記録するメソッドで、ログアーティファクトっていうのは、その各ステップで生成したものを記録しておくメソッドで、ログモデルはモデルを記録するメソッドですと。こういうものが入ってて、これを使えば記録できますと。記録したやつがどういうふうに見れるかっていうと、MLflowUI っていうのがあります。っていうのは mflow.ui っていうふうにコマンド実行するとこういう WebUI が立ち上がってアクセスできるようになるんですけどこれあの拡大してみるとこんな感じでえまあランネームえーランネーム自由につけることはできるんですけど今回トレインにだけつけましたとでとまあこれよ見ていくとトレイン1の時はえパラメータバッチサイズ32で実行してえアキュラシーがどうでロスがどうで、えー モデルはその時生成されたモデルのリンクがありますと。トレイン2に関しては、サイズが64で、アキュラシーが改善しましたねみたいなことが、この UI で分かりますと。こんな感じで記録しておけば、自動的に記録されますと。今回ここではスクショを載せてないんですけど、メトリックスの変化をグラフ表示したりもできます。あと CoreML モデルっていうのは、m l ルフローではそのモデルレジストリーっていうのがあって、PyTorch モデルとか TensorFlow モデルとかは、そのそのモデルレジストリー機能で、モデル管理の機能で、えー、こう管理できるようにサポートされてるんですけど、CoreML モデルっていうのは、えー、そのモデルとしてはサポートされてませんと。まあ、ただ、アーティファクトとして、生成物自体はどんなファイルでもいいんで、アーティファクトとして見れば、あの UI でここにありますよっていうのがちゃんと管理されてるんで、まあ、特に問題なくコア ML モデルでもえ使えますと、まあ、そんな感じであの実験管理も m l ルフローを使ってえまああのんでしょうもっと人力で泥臭くやるよりスマートにできますよとあと何分ぐらいあるんですかねこれそろそろですよねちょっとまああのえ短く削ってまあこれあのパターンさんは えーま、その新しく作ったモデルをテスターにだけ配布するっていう手順を書いてますと。iCloud の機能にモデルデプロイメントっていうアプリ側のアップデートなしでそのモデルを配布する機能があって、まあ、それを使ってその、まあ、ステージング用のモデルコレクションをそのクラウドに登録したら、えー、そのテスターのところに通知が行って、えー、新そういうアプリを起動するだけでモデルは更新されるっていうような。 あといろいろ他にも CreateML もあのコードで書いてこう実験管理とか自動化できそうだなとか、あ,のー何でしょうね、あとオンデバイスで学習した場合もなんかあのモデルの管理とか特徴量の管理とかできそうだなとか考えてます。はい まそんな感じでえー今日は CoreML モデル運用にメロップス的考え方を導入できないか検討してみました。はい。いろいろと CoreML ツールズの本とかメタルの本とか書いてるんで見てみてください。あと、弊社でえ10月5日にえモ,バイルモビリティテクノロジーさんとアンドパッドさんと共催でアフタートークでというイベントを開催するんでよかったらえ参加してください。 はいご清聴ありがとうございました。